トリランド。どうも、はるちゃんです。はるはここで、ひなたぼっこをしているよ。とても暑いね。はるちゃん、今日もとっても、かわいいですね。はる、君は話を聞いてないね。あ、はるちゃん、ごめんなさい。別に、いいけどね。いいんかい。チカちゃん、小松菜パクパク。北斗もパクパク。みんな小松菜大好き。梅吉も小松菜食べます。荒町の北斗くん、いつもここには入らないのに。北斗もやっぱり夏は暑いよね。実は北斗は水浴び大好きなんです。チカちゃんも水浴び大好きです。いい、最高だね。二人ともとても楽しそう。モトキちゃんは今日は入らないのかな。モッちゃん、もしかして風浴びしてる。トサカがちょろちょろしててめっちゃかわいいですね。モッちゃん、これ好き。モッちゃんも扇風機に行ったようです。梅吉も風浴びしてる。風浴びに水浴び。皆さんそれぞれ楽しそうです。北斗は何度も出たり入ったり、水浴びを堪能。気分を変えているのさ。あ、キラちゃん登場。キー。あ、チカちゃん飛んでっちゃった。北斗も出てった。お、北ちゃんさすが。勇気を出してまた入りました。梅吉ノリノリで風浴び。これいいね。もっちゃんがちょっとどいてほしそうで、さ。皆さん本当に可愛すぎるな。飼い主は可愛くてニヤニヤしてます。キラちゃん泊まり家へやってきました。きれい。キラ、オレンジの頭が可愛いね。きれい、ありがとう。後ろにはタマちゃんがいますね。とりあえず可愛いキラちゃんを撮ったらいいと思うよ。キラちゃんも可愛いけど、やはりオリちゃんの方がスター性があるね。もっちゃんははずくろい。おーっと、梅吉どうした。梅吉興奮しています。卑怯さんたちが小松菜食べに来てました。この二人も荒町なので人にはあまり近づいてくれません。でも見ているだけで十分。本当に可愛い二人です。では皆さん、明日も遊びましょう。ではでは。